ミンは2006年にアイスランド沖で捕らえられたアイスランド街の標本に付けられたニックネームである。貝殻の年輪から年齢が算出され、これまでに発見された動物の中で年齢が正確に決定された最古の個体である。当初は405歳から410歳とされていたが、後に507歳と判定された。ンは2006年に バンガー大学のジェームズ・スコースらの研究チームによってアイスランドの大陸法で採集された。貝殻には成長に伴って木の年輪に相当する模様が生じるためその本数を数えることにより年齢が推定できる。この際に推定された年齢は405歳から410歳であり、1982年にアメリカの海域で捕獲された220歳の アイスランド街を上回った。この記録はギネス世界記録にも掲載された。サンデータイムズ神の記者がこの回が生まれた時期が中国の秋代にあたることからアキラと命名した。その後、この回を発見した研究チームはこの回にハーフロンと RN から海の謎という意味と命名した。ただし、この回の実際の性別は不明である。一部の報道では 年齢調査のために会を開かれたために殺された、あるいは年齢を調べる際に誤って会を開いてしまった、ために死んでしまったという趣旨の報道がなされ、研究者たちには批判のメールが多数寄せられた。しかし、これは事実と反する部分がある。英国放送協会は、この件について、ウォーターゲート事件をもじって、クラムゲート事件という見出しをつけている。民は、 他の約200の個体と共に採集され、陸地に運ぶまでの船の中で冷凍保存されたため、調査の段階ではすでに死亡していたのである。200個体というのは、アイスランド貝全体の生息数のごくごく一部に過ぎない。そして、生きた状態での命を見た際、これはごく平凡な大きさのアイスランド貝であったという。民の研究チームと同じく、 アイスランド外の研究をしているマデリンメティによれば、これらの貝は一定の年齢に達すると成長が遅くなるため、例えば大きな個体を採集したとしても、見かけで100歳なのか300歳なのかを見分けるのは困難であるという。保全生物学者のマーク・パウエルは2007年に自身のブログで、この大きさの個体は市場では珍しくない大きさであり、 見かけも、高齢さをアピールする要素は全くない地味なものである。ため、高齢であるだけの理由で保護されない限り、たとえ最大だろうと最高齢だろうとお構いなく、捕獲されクラムチャウダーに放り込まれるであろうという趣旨のコメントを残している。戦術のメティも、2013年において、同じようなコメントを残している。その後、2012年に改めてこの個体の年輪を数え、 放射性炭素年代測定法も組み合わせて調べた結果507歳であることが判明した。すなわち、名は当初考えられていたものより100年以上古い1499年生まれであることが分かった。年齢が100歳以上も訂正されたのは細かい部分の年輪が数えづらいことに原因があった。ありがとうございます。